相手方と連絡を取りたいけど取れない。その場合に気をつけなければいけないのはリスクの問題です。こんにちは、離婚110番離婚カウンセラーの渋川由幸です。本日はですね、離婚の問題とかで揉めている最中にですね、別居っていう形で離れてですね、その後離婚についてもしくは修復についてとか、いろんなこう話をしていくにあたって、相手方と連絡を取ろうと思ったんだけれども取れなくなってしまったというケースについてちょっとですね、お話をさせていただければと思います。で、私どもの方にご相談者の方からですね、特に継続してもご相談とかされるような方とかですと、前回までまあこういう形でもアドバイスいただいて、今こういう状態ですと、別居っていう形になったんですけれども、別居になって、まあそれでその後まあ話し合いを継続しようと思って何回かまあ話し合いをしてたんですけれども、ここに来てですね、連絡が取れなくなってしまったと、どうしたらいいんでしょうかっていうようなご相談とかがあったりするわけですね。で、この場合ですね、連絡を取る方法、それは何通りも何十通りもまああるとは思うんですね。ただ一番気をつけなきゃいけないのはそのリスクの問題なんですよね。まあそういったこうリスクを分かった上でやっていけるかどうか。じゃあそのリスクっていうのは、やはりじゃあその当事者の方の環境とかね、今どういう状態なのかとか、どういうところを目指しているのか、何が嫌なのかとか、そういったことによって個別に全部違うわけですよ。だから皆さんも一緒ってわけじゃないんですね。ただまあ考えられるリスクってのありますから、その辺をですね、ちょっとお話しさせていただければと思うんですけれども、もちろんこう連絡が取れなくなってしまったって言ってるわけですから、まあ電話とかメールとかね、LINE とか、そういったものでまあ簡単に連絡が取れていたんだけれども、まあ取れなくなっちゃった。要するにこう相手が連絡をしてこなくなった。もしくは相手がですね、もう着信拒否をしているというような状況だったりとかですね。あるいはまあ結構長い期間ですよね。まあ1ヶ月以上にわたってもう全く無視されているとか、そういうようなことだった場合にどうすればいいのかというようなところですよね。で、これはまあ本当にさっきも同じようにリスクの問題があるわけですけれども、例えば一番最初にまあ相手方と揉めてちょっと離婚で別居みたいなこうお話をしましたから、揉めてるっていう前提で考えるとですね、相手方の方にまあちょっと気を使ったりこうしていかなきゃいけないわけですよ。これがまあ揉めてなければですよ、おすすめするわけじゃないですけれども、揉めてなければで、なおかつ相手が別にね、引きこもりの方でもない限りは家から出たりするでしょうから、家から出るのをちょっとこうね待っていたりとか、あるいはお勤め先とか習い事とか出かける時とかを見計らって、ここかなみたいなところで、まあそこでちょっとね、待ち伏せっていうのはすごいストーカーみたいな言い方になっちゃいますけど、こうちょっと待ってみるとか、そういうこともありだと思うんですね。これはまあ本当に揉めてない場合ですよ。ただ揉めてると、そういうことをするともうすぐ警察に通報されたりとか、あるいは裁判所にこう訴えられたりとかっていうようなまあことにまあなって、まあいろいろ面倒なことになってしまいますから、もしお子さん絡みとかっていうことになると児童相談所とかね、まあ警察とかも本格介入みたいなことになりかねないので、あとは面会交流とかにも影響してきますから、そういったこうリスクとかを考えて、そういったことをしても大丈夫な相手だとご自分で自己責任で判断してできるんだったら、まあそれが一番早いと思いますけれども、待ってみるとかね、行くところにこうね検討つけてみるとかっていうことですよね。ですけど、やはりいやちょっとこれまあ揉めてるから、そんなことすると、まあ、警察にすぐまあ言われちゃうかもしれない、また自分が今後の離婚とか、あるいは親権とか面会交流とかで不利になるかもしれないとか、そういうようなことであれば、やっぱりそういった待ち伏せみたいなことはまあできませんし、まあやらない方がいいと思いますから。で、そうするとリスク考えた安全面でっていうことを考えると、主に代表的な例としては2つだと思うんですね。まあ1つはまあ弁護士さんをお願いするか、でもう1つは家庭裁判所の方に願い出るかですね。家庭裁判所の方っていうのは、調停とかですね、もし離婚するつもりがないんだったら円満調停とかありますから、円満調停とかを申し立てて話し合いをしたいんですというようなことで申し立てていくと、そういう方法があります。で、あとはまあ弁護士さんとかお願いして、弁護士さんの方から相手方の方に連絡をいろんな形で取ってもらうと、まずは通知文を普通郵便に送ってもらうとか、それを内容証明に変えるとかですね、あるいはどうしてもの場合は相手方の方の会社の方とかね、そういったところのまあ上司に連絡を取るっていうことも一つの手段としてあるかもしれないですけれども、揉めてるとやっぱりそこでね、火の粉が大きな炎に燃え上がってしまったりということもありますから、やっぱりそこはこうね、会社に連絡を取るみたいなのはリスクを考えなきゃいけないと思いますけど、弁護士さんとかにお願いして、全部じゃないですけど大抵のケースはね、相手が行方不明でもない限りは弁護士さんの方から相手方の方に通知文とか打っていただいたりとか、ご連絡メールとか電話とかしていただいたりとかっていう中で連絡が取れていく。つまりまあ相手の方があなたと直接話すのは嫌だけども、まあ弁護士っていうことだったらしょうがないだろうみたいにお考えになる方は多いので、弁護士さんを挟んでいく、もしくはもう相手方にも弁護士さんがいるっていうことであれば、弁護士さん同士で話をして、でそこで要件を伝えてもらうなり、
まあ、あるいはもう要件そのものを進めていただくなりというようなこと、そういったところがノーリスクではないですけれども、かなりローリスクですね、リスクの低いやり方なのかと思います。で、あとはもちろん弁護士さんがいて、なおかつまあ家庭裁判所の方にお願いしていくというようなこともできますから、そういったことでね、まあ、二重にこうリスクをカバーしていくっていうこともまあできると思うんですね。どの程度早く進めたいかっていう問題もあって、もちろんまあ第三者が入っていく弁護士さんとか家庭裁判所とかね、そういったところが介在していけば、それだけこうちょっと時間もかかるんですけれども、ただまあリスクを考えると、まあその方がいいかもしれないしということですね。じゃあまあ例えば最初に言ったように、相手方が行きそうなところでこう待ってたらどうだろうと。だからリスクがかなり高いですよね、それはね。だからまあできればまあやめていただいた方がいいかなとは思いますけれども、本当にまあ揉めてるわけじゃなくって、何らかの事情でたまたま連絡が取れないだけだからみたいなことなんであればいいですけど、そうじゃなければですね、そういったことはなるべくやめていただいて、リスクが高いとですね、不利になったりとか、お互いにね危険なことがあったりしますから、そうですね、リスクの低い方を取っていただいた方がいいのかなというようなところでですね、本日はまたそういったところを注意喚起ということでお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。毎回お話ししてますけれども、私の方にですね、まあ、ご相談いただけるという場合はですね、説明欄の方にもありますけれども、私の方のホームページ見ていただくか、もしくは申し込みフォームが説明欄にありますので、こちらの方からですね、まあ、お問い合わせとか、あるいはお申し込みとかいただければですね、現在はですね、消費税込み税ですね、30分5500円からということで行っておりますので、もしよろしければですね、どうぞご検討ください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。